こういうすくも、発酵させたものをすくもっていうんですけど、このすくもを作ってる職人さんのことをアイスさんっていうんですけど、今全国で6人しか職人さんいらっしゃらない。そのうちのね、1人がね、伊達にいらっしゃるので、ここ黎明館があります、ね、1階から2階以降ね、盗んでもらって、そしてここでこう1階結んだら切って、こうね、2階にはこう装置結びにしてください、はい、この時竹なんで2階結んだと、はい、中心になってこう落ちてきて、ほら通っていくと大体この書いたもの、あのバンダナと水平になるように、こう、そして なるべく液の中で手探りでやる、うん、そう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 、で手首からなるべく液面からね見えないようにしてちょうだい、そして一回ね白いとこないようにこう一回沈めてから空気抜いてください、よく、なるほど、うん、空気入ってるとそこだけねやっぱり空気酸化してこう色、藍の色って出るんで、ムラになって染まる原因になるんでね、空気抜きながら、だいたい上からね、10センチぐらいのとこが一番染まりやすいんで、でこれ藍の花ってこういう風にね、ムラ、悪性はちょっと染まらない、これ染まりついたように色です、ね、で草を、刈り取って乾燥させるとあそこの柱にかかってる感じ、うん、あんな黒っぽく枯れるんで、うん、その草をね発酵させたものがすくもって言うんですよね、そのすくもがここの亀の中にだいたい25キロくらい入ってます、うん、そしてねすくもって水とかお湯に色素が溶けないんです、アルカリの水入れるんでちょっとアルカリ臭と発酵臭と混じってちょっと独特の匂い、うん、そうね、ツンと下に何緑の液体が緑の液体が出るけど、ね、全然どこまでの T シャツか見えないかもしれない、あ、こんな感じちょっと青っぽく、グラム8円でグラム8円でグラムで新しいあります、ね、皆さんたくさん着て染めてください持って自分のお気に入りの T シャツとか持ってきて染めることもできるので、うん、ぜひ着てください、はい